おはようございます。東北、ここ東北です。東北エリアで海が荒れて、そしたらマスでしょということになったので、マス釣りに来ました。ちょっとねブンブンがすごいんで怖いんですけども、ちょっと何が釣れるか、期待して、Kチャンネル、今日はトラウトの巻行ってまいります。この日は紋別沖でブリを狙うという予定だったんですけども、低気圧の影響で海に出られない、そういう状況になりました。ホライゾン2の有持船長が、それならば川にでも行きませんかと、トラウトを狙いに行きましょうというお声掛けをしていただいて、ちょうどね、日曜日にやってくる、加藤ちゃんの方に連絡をして、トラウトのタックルを貸してくれということで、ベスト、ロッド、タックル、ネット全てお借りし、さらに有持船長の、友達で柔道やってる人がいるということで、100キロ超級の結城くんにウェーダーまで借りて、この日を釣りの日に当てました。で、東北エリアっていうのは僕も本当に初めてでして、どこにいるのかもわからない。さらに携帯を開けば、県外ということだったんで、とにかく連れてきていただいたという、場所で、魚釣りをするという、ものすごくこう、ガイドありきの釣りだったんですけども、すごい濁ったような感じの川に入らせてもらいました。ちょっと熊の方がね、怖いという場所だったので、大人数で、入りながら、掛け声というか声を出してね、自分たちの存在を知らせながら、川に入り、伊藤、ニジマス、そういった魚ですね、そちらの方を、狙って、頑張ってみました。それではぜひご覧ください。伊藤っすね。やった。俺平松、これ伊藤。浮かけねえか。やった。うわ。開始10分。そう。くわ。開始10分。すぐにラバーが流れていって不安だったんですけど。ゆうきくんが貸してくれた、ウェーダー、ガドちゃんが貸してくれたタックル。いや。ありがとうございますよ。ちょっと昨日も開始早かったよね。早かったですね。6時ですから ね。やったー、嬉しいです。生まれて初めて、あ、ごめんな。ちょっとどうしよう。こういうのって見ちゃう。やばい。始めた。よし、OK。そしたら。もうこれでリリースすればいいです。大体でいいです。何センチぐらいですか？何センチぐらいですかね。これは。ちょっと持ってってもらっていい？もうちょっとお前伸びるよ。50ちょいですね。いやでも嬉しいですね。初めて。ちょっと待ってください。はい
ごめんもうこんなもんです。船の上でしかかっこよくない平松家、川の中では散々な男ですけども、も持たないですか。おー、綺麗な伊藤さん伊藤さん、こんな感じです。かっこ悪いんですが、伊藤さんです。ありがとうございます。やったー。では伊藤さん、ファーストフィッシュ。あ、はい、オッケー。ありがとうございます。どうも、すいません、ありがとうございます。伊藤さん、めっちゃ可愛いやつでした。え？うるいさ？いや、うるいじゃないよ。この持ち方やばくない？ラーメンの丸飲み。死んでる、まだ死んでる。まあまああるし。あー、もう雑。もう見せられないと思う。なんですか、うぐいっすか。いや、うぐいじゃないよ。その持ち方やばくないっす。ラーメンの丸飲み。まあまああるし。うぐいでした。加藤ちゃん、必殺技教えようか。そうだね、ジャーク。鬱陶しいでしょ。もう炸裂しちゃったでしょ。炸裂しち伊藤の狙い方として、有本船長に教えていただいたのは、ストラクチャーになっているような、流れがよどんだところ、そこにしっかりルアーを入れていって、ボトム中心にこう引いてくるというスタイルが、ヒット率が高いよと、教わりました。できる限り、対岸に向かって、対岸の、それも潮じゃねえな、
対岸に向かって、流れの緩いところ、そういったところに、ルアーを打っていきます。いきます？本当だ。じゃあ、ニジマスでした。ちょっと待って。ちょっとパーマークあるんだね。え？伊藤の違う。川が豊かってことですよね。すごい。本当だ。すげえ、伊藤。初めて見た、稚魚。わ、すげえ。パーマークあるんだ。初めて見た。うん。本当だ、パーマークある。やっぱトラウトはパーマークあるんだ。え、俺に当たった。前半戦これにて終了。今からそばでも食べて後半に参ります。